皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが8月30日に配信した火曜日恒例の予言の3回目をご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2022年8月30日の予言。10月初旬でも闇側は恐怖を運んできます。スピリットはご自愛すればもっと素晴らしくなると言っています。ロックダウンについては数年のうちにやってくると思います。2025年あたりでしょうか。それは天候によるロックダウンという奇妙な理由によってです。まあ早くても2024年でしょう。その年はアメリカでは大統領選挙があります。2025年は黙示録と受難の年となるでしょう。このことに関する過去動画もありますので見に行ってみてください。2025年から2032年の間に起こる出来事に対し準備が必要です。準備があればたとえ困難な場合でもやり過ごせます。政治についてですが、これは面白いニュースでまた予言なのですが、この番組の初めの方で保守派の政治家がバイデンを弾劾するかもしれないと申し上げました。11月の中間選挙の後に民主党が議会の過半数を握れば彼らの思う通りになります。彼らの第一の目標は大統領を弾劾することです。多くの共和党員がすでに弾劾するよう呼びかけられています。ここで私の予言を申し上げます。バイデンはまず15億ドルもの学生ローンを免除し、女性が自分の体に対して持つ権利を否定しました。単なる怠け者がローンを返済せずに逃げてしまいます。これはとても不公平なお話で、15億ドルという大金は人々には多すぎるのです。申し訳ないですが、学生ローンを受け取っている人たちはローンを返済しなければなりません。学生ローンを免除するくらいなら、クレジットカード債務を免除した方がはるかに効果は大きいです。弾劾のお話に戻りますが、これは皆様が考えているような形では進まないでしょう。楽しみにしている弾劾はなく、起こりません。そして国連に衝撃が走ります。世界に衝撃が走りますが特に国連が衝撃を受けるのです。どのようにして行動するのかはまだわかりませんが、国連の中心は悪魔のシステムなのです。ルシファーを信奉し、世界の人々を奴隷にするのです。中国もこれからある種大胆な動きに出ます。将来恐ろしい行動に出るとスピリットは言っています。それは台湾が影響を受けるだけでなくアメリカとカナダにも類が及びます。特に9月、中国に注目してください。中国は威嚇行為を行い向かうところ敵なしに見えるかもしれませんが、散発的な崩壊が中国国内で発生し、それが国内を席巻します。ご存知と思いますが、中国はソロモン諸島を奪おうとしています。その島々の中には大地震で水没してしまうものも含まれています。それは以前予言しました。数日前に中国はアメリカの艦船をソロモン諸島から締め出しました。それも大胆な行動の一つです。世界情勢についてお話しします。不幸なことに、感情の高ぶりと星座の配置によって一部の人たちにとって最悪の事態が起こります。9月から10月にかけて、水星逆行だけでなく多くの出来事が天体で起こります。月食もやってきます。これがある一部の人たちにとって最悪の事態を引き起こすのです。これは新たな乱射事件につながります。そのうちの一つは大量虐殺になる前に止められます。私のビジョンでは犯人が今にも乱射しようとしているか、実際に何人か射殺したところで止められます。しかしスピリットはこのようなことをしても起こるべくして引き起こされる虐殺を止めることはできないと言っています。私たちは光の側に立って、このような事態にならないように過ごしましょう。このような犯人はマインドコントロールされているか、政府の大物が裏についています。
以前私がテキサスでマインドコントロールによる銃乱射事件が起こると予言し、その2週間後に予言が的中しました。これは奇妙なお話です。また高速道路で銃乱射事件が起こります。犯人は無差別に罪なき人を殺すかどうかまではよくわかりません。何年か前でもテキサスで高速道路での銃乱射事件がありました。どうか皆様、目をしっかりと見開いて安全に気を配ってください。抗議についてお話しします。地球を揺るがすようなエネルギーが湧き出ています。6つの振動が6の年に起こるのです。スピリットは抗議活動が常に大規模に発生すると言っています。これはエネルギーの振動だけでなく、自らいたわる人が自分自身を深掘りするのです。人々は確実に意識レベルを上げて失われた権力を取り戻すのです。だからこそ抗議する人たちは常に活気に溢れています。オランダでの農民の抗議を見てください。カナダからアメリカにやってきたトラックの運転手たちもそうです。今年いっぱいはこのようなエネルギーが高ぶる状態が続きます。これから抗議活動の数はうなぎ登りに増えていきます。人々は湧き上がるエネルギーを自由と権利を守るために使うのです。どうか警戒を怠らないでください。ハリウッドに関する過去の予言を覚えていますか？ハリウッドとは魔術で使うロットのことを表しているなど色々とお話ししました。シャロン・テイトの殺人事件についてお伝えしましたが、似たような事件が起こるかもしれないことを数ヶ月前に予言しました。そしてまた同様の感覚がするのです。多分9月か10月に何かが起こるでしょう。とても残酷で邪悪な感じがしますが、それはハリウッドのカルマだとも思います。これはサタン信仰の儀式とも関係があります。スピリットは学校の閉鎖に備えるように言っています。カトリックの学校のように男女を別々にするイメージが見えます。これは闇側の愚民化計画の一環だとスピリットは言っています。ホームスクールの動きも出てきましたが、アメリカやカナダではホームスクールがとても難しくなります。そういった動きを排除しようとする勢力がいます。また学校での大規模なストライキも起こります。人々が自分たちに権力を取り戻そうとするのです。それはとても大切なことです。その一方で闇側に付け入る隙を与えてはなりません。ポールシフトが起きる前の3200年前の古代エジプトや古代マヤ文明で突然人々が消えた理由について先週お話ししました。3200年周期で起こるポールシフトは様々な深刻な問題を引き起こします。その時代はファラオは神として振る舞い、人々はファラオを崇拝していました。アヌンナキの血縁がファラオとなり、それが現在のリーダーにも受け継がれているのです。彼らはエリートであり人々を殺します。疫病や災害を引き起こし自分たちは神だと思う病的な精神状態にあるのです。そして彼らは自分たちのために世界を救うのです。面白いことにアヌンナキの血脈は今でも続いているのです。以前ここで電気代が 17% 上がったことについてお話ししました。AT&T は利用者が料金を払わないという理由で株価が暴落しました。スピリットは同様のことが電気でも起こると言っています。アメリカでは6つに1つの家庭で電気料金が払えません。ペンシルベニアのように不法占拠者が居座って電気を止めるのです。そして冬に向けて代替電源や燃料などの準備を進めてください。今年の冬は大変厳しい寒さとなり、例年より早くやってきます。もうじき気象予言の動画をお見せいたします。またトップ20の予言を再開しようと思います。今は気象と経済の2つの動画に取り組んでいます。またお見せできる日を楽しみにしています。皆様の愛とサポートに感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。本日お伝えしたアドバイスに耳を傾けてください。自らをいたわり、自分を愛し、そして成長させてください。
この一番パワフルな月に変革を起こしましょう。この9月に皆様は高次元の波動に移行するチャンスなのです。私にお付き合いいただきありがとうございました。皆様の人生と皆様自身を祝福してください。そして他人に優しくしてください。麗しい日をお過ごしください。ナマステ。いかがでしょうか？彼の予言を聞いていると、9月はいろいろなことが起こりそうですね。冬に向けていろいろと準備しておいた方が良さそうです。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。